皆様こんにちは、愛です。本日もビデオを撮る前の Get Ready With Me やっていきたいと思います。よろしければ最後までご覧ください。今やっていこうと思いますけど、見てまたこれ、もうこれは一緒の付き合いになりそうだなと思ってます。もう朝なかったのに夕方になったらできてるとか、もうそんな感じなんですよね。だからもういいや、いい状態で保ちたいけど、もう諦めますってことで、だいぶ諦め始めましたね、私もこれはお友達っていうことにしましたので、もちろんこれからもね、いいもの、いろいろ試していくとは思うけど、お友達だと思うようにします。今日はね、雨が降ったんです。お昼前には多分上がってたからびちょびちょですよ。明日ハロウィンなんだけどさ、もうハロウィンに雨降らなきゃ子供たちはいいだろうけど、だから今日も散歩はなしかな。かわいそうだけど、ちょっと行ったら泥まみれになる感じの地面コンディションでしたね。全然外に出られないわけじゃなくて、ちょっとお庭に出ておトイレ行ったりとか、ちょっとお庭の探索とかはできるレベルだからさ、いいかと思ってます。手洗ってコンタクト入れましたので進めていきましょう。このコンタクト入れるまでが意外に不安で、じゃあ緑すごい色出たけど、ほとんど見えてないのでピントが合ってるかなとか、そういうのが不安なんですね。で今日雨降って曇ってるので電気をねつけてるわけなんですけど、色が多分若干黄色い。うちの電気は基本的にワームトーンの電気を使っているので、黄色っぽいっていうの、オレンジの電気。日本にいた時は明るいのがいいからさって言ってた蛍光灯と、蛍光灯っていうのは何ていうの、白っぽいパッと光る電気使ったんですけど、今は黄色っぽい電気好きで、ブライトのやつ使わずに、黄色っぽいやつは中でも明るいっていうやつ使ってますね。今コンシーラーやっててさ、クマがすごかったんですけど、今もまだ隠せてないよね。昨日さ、ビログをね撮ってアップロードしたわけですよ。やるね、できるところまでやるとか言ってたのに、結局アップロードできるところまでやったんだけど、まあそれでも1時半とか2時前全然で、あ、いけると思ってやり始めたら失敗、ビデオをアップロード失敗したのね。でさ、失敗はね結構あるんです、本当にしょっちゅうあるの。まあそれでも1回ぐらいで、もう何回も何回も失敗はしないわけ。1回目失敗したから、それでも2時前だったんだけど、失敗しちゃったと思ってもう1回アップロードしたの。さあ、その2、もう1回アップロードしたやつはすぐ失敗したわけ。失敗したと思って何回か繰り返したんだけど、ダメで、失敗するなと思ったからいろいろ見て、編集してるやつからアップロードしてるから、それを再起動して Google のアカウントとかも全部入れ直して、 YouTube の方もアップデートしたりとかしていろいろやったんだけど、ずっと失敗し続けて、あ、これなんかおかしいなと思って、私だってエラー読んでなかったんだけど、その前までなんかユーザーインフォがどうのこうのって書いてあって、なんかドメインの跡がおかしいとかわけわかんないから書いてあるわけ。あ、何これと思って、ダメじゃんと思って、多分だからここの互換性が悪いんだろうなと思って、その先編集してる方のやつからね、もういい加減勘弁してほしいと思ってて、もうその時点でね4時過ぎだったの早く寝れるとか言っときながらさ、もう4時まで戦ってダメだと思ったから、直接 YouTube からアップしようと思って、ビデオ保存し直したりとかして、でもなんか確認できるまで寝れないなと思ったんだけど、やっぱりさ眠いから寝ちゃったみたいで、でも時計見た時はまあ6時だったので、6時までは頑張って格闘してたみたいで、でもその YouTube の方からアップロードしたらできてて、朝ね確認したらちゃんとアップロードできてて、でまあまあもう多分もうそろそろ公開にはなってると思うんですけど、まあ、そんなこんなで6時までね起きてたわけよ。クマがすごい。しょうがない、これ使わった。なんか涼しくやってきたから赤い仕込みを入れましょうかね。たまにはクリームハイライトみたいのをやってみようかな。
カラーポップのやつですね。コーナーの前にやらないと寄れるからね。エブロン使いますか。ちょっとつきすぎちゃうからさ、要注意のブラシなんですけど、よくはたけばいけるね。ちょっと近くで見てないからわかんないんだけど、あ、大丈夫大丈夫、 OK、 つきすぎてないですね。だからね、昨日はビデオのアップロードに苦戦しまして、ずっと戦ってたわけですよ。こういうこともあるよねと思って、私のビデオそこまでね、データ量が重くないの多分ね。だからアップロードにバカみたいに時間はかからないんですよ、本当に。で、最近ね、旦那がね、お家のインターネット契約をね、変えてくれて、今までの3倍ぐらいね、早くなったの。で、もちろん Wi-Fi で飛ばしてるからさ、Wi-Fi でそれ飛ばすと、まあ、その最大速度じゃないんだけど、Wi-Fi で使うとね、おかげで早いわけですよ。びっくりするは早いわけじゃないんですけど、早くなってくれて、まあそういった待ちの作業時間っていうのがすごい減ったので、だいぶ減ったの、本当に。あ、やっぱり全然違うんだって感じる部分でありがたいですね。今日はアイシャドウどうしようかな。とりあえずカラーポップのこのピンクのバブリーを仕込んでいきましょう。何使おうかなってなったら、カラーポップかマックロラックのロラック3使っていこうっと。ピンクヌードっていうカラーですね。トランジションカラーにしようっと。子供が遊んでおりますね、外で。これね、大好きなクリスブラシ、クールトープ、一番深いところに入れていきましょう。黒い感じの色、この色なんだけど、トリュフ締め色にしようかな。どんな感じになるかしら、この感じやばいかな。カラーポップのソーキッシュっていうやつですね。シルバーとパープルみたいな色なのね。難しいんだけど、この表現、ピンクシルバーパープルみたいな、てかね、夜会みたいになってますこれ普段はできないな、パーティーって感じ。明日ハロウィンだしさ、ちょっとダークめにしたかったっていうのもあるんですけど、ビデオね、撮るときは遊びましょう。ちょっとアイシャドウにガチで集中しすぎましたこんな濃いっていうか黒っぽいの使わないから、慎重にやらないとと思ってたんですけど、アイライナー黒い色がいいと思ったんだけど、あいにく私最近黒いアイライナーを使いませんので、持っていないので、とりあえず焦げ茶で引いて、ガイドライン引いた後にシルバーのグリッターの入っているやつ、これね、なぞってみようかと思うんだけど、これでね、一発で綺麗に弾ける自信がまずない。すごい難しくって、硬いのね、フォーミュラーがグリッターが入ってるので、とりあえずガイドラインを両面に引いたので、なんか先細になってるわけでもないですよ。こうね、グリッターのっけようと思うとね、結構取らなきゃいけないけど、取りすぎるとドバッとつくでしょ。で、ずっとペン型で描いてるから、この形がすごいやりづらくって、まぶたにつく前にまつげについちゃって、まつげがゴリゴリになっちゃうの。まつげにめっちゃついてるの、これ。まつげ問題は全くもって解消されずに、コームで溶きながら、取りながら、あんまりシルバーのラメも目立たないし、あえてこれを使う必要がないし、あとね、ちょっとだけ私ピリピリする時があって、これ使うと、だからやめた方がいいんだろうなと思います。まつげね、今日は上げていきましょう。せっかくね、上げたからマキシマイザーしときますかね。マキシマイザー乾かしている間にフェイスメイクに戻りましょうかねって思うんですけど、10月の購入品のビデオを撮ろうと思ってるんですけど、ビログでもためため言ってたと思うんですけど、ナーズのですね、私ラグナを買ったんです。他にも購入品あるんだけど、これはまあちょっと前に開けて使ったら良かったんです。この筆の毛がさ、結構落ちるんだけど、これは多分パッケージにいつかのコレクションのやつ、アウトレットにやってきて安くなってるわけですね。プレミアム系のアウトレットはコスメのアウトレット品多いですもんね。これもプレミアム系で買ったので、コスメ用品のお店が 1,2,3 箇所あるのかな、1箇所で買いました。ここにはね、バーバリーとか、あとベアミネラルのところなんだけど、ベアミネラルとバーバリーと、あと資生堂とか売ってた。これ結構気に入ってて好きなんです。綺麗に入るし、筆も色もすごい綺麗。
ちょっと自然な感じで骨格感が出る感じ。ここちょっと伸ばしすぎちゃったけど、私あんまりこうきつくは最近入れたくないからカツカツっと、なのでかなりぼやかすんですけど、入れてもね、それも結構やりやすくって好きです。色が綺麗、とりあえずすごく綺麗。これ買ってよかったなって思ってますね。今すごい気に入ってます。ブラシがいいね。抜けるけど、1回目はすごい毛が抜けたんだけど、今はたまにポロポロって落ちてくるくらいなので、まあ、使ってるうちに落ち着くんだろうなと思いますけど、まあ、付属の筆でこれだけだったらいいかなと思う。入れやすいし。ちょっとチークどうしようかな。チークブラシに残ってる雑でなんとなく血色感出した。前回使ったのがこれ、ちょっと筆に残ってるだろうなと思ったのをポンポン叩いてみた、そんなんでいいよね。ソフト&ジェントルです。買ってないんです、ハイライト。全然これ買ってから、これ日本にいた時にラックス空港で買ったので、それ以来買ってないですよね。ピンクっぽい発色するハイライトは欲しいなと思ってるので、ピンクっぽい発色のするハイライトでいいの知ってる方いたら教えてください。でマキシマイド乾いてきたのでマスカラいきましょう。 D アップのパーフェクトエクステンションマスカラ、これですね。まつげもボッサボサにいこうと思っていますので、まずこれを一度塗って、長さ出せるかな、どうだろう。あんまり出ないんだよねこれ、実際そこまでエクステンションって言ってるほど出ないと思うんだけど、私だけあるから、ある程度の長さが出る感じ、超伸びたーっていう感じにはならないんですよね。で一度塗りでこんな感じなので、もう一回しときます。この後ボリュームがすごい出るやつも塗ろうと思ってるの。もうまつげのお化けみたいな感じにしたい。タルトのやつなんですけど、ライツカメララッシーズってやつか。これすごいボリュームが出るわけ。たまにしか使わないんです。まず先が太くてでかいから嫌なのね。コントロールが難しい。嫌いじゃないんだけど、このマスカラ自体は。この前ね、ディズニーに行くときにこれを塗っていったわけですよ、これ単体で。でこれを下まつげにつけたら、すごい下まつげのボリュームが出ちゃって、視界に入ってくるの、まつげが。で一日とっても気になってたすごい気になるわと思って、なんか黒いさ、シャッシャッシャッってしてるのが目ん中に、目ん中っていうか視界に入るわけですよ。でコンタクトかなと思ってたの、ずれてて、ずっとなんか変な線が見えるのかなと思ってたんだけど、違うんだよね。上も下も超見えてて、なんかもう気になって気になって、目の前になんか蜘蛛の巣っぽい感じ、今も見え始めたね。一本一本が多分太くなるし濃くなるから見えてくんだろうなって思うの、まあ、そのぐらいね、しっかりしたまつげが作れますよ。これウォータープルーフじゃないんだけど、多分ウォータープルーフの方もあるはず。スプラッシュなんとかってやつかな、確か。なんかいろんなとこについちゃうんだけど、ブラシのヘッドが大きいから、まあこれでいいでしょう。ちょっとリップ悩んでんだけど、赤いリップ塗ったらやりすぎかな。まあいいか、ちょっとやってみよう。変だったら取ればいいからね。リップライナーしとこう。この色しかないんだけど。私ね、11月にね、渡米したんです。11月のね、15日。で、丸4年、2012年だったはず。もうそろそろ5年目に入るわけなんですけど、試したのはあれなんですけど、このレブロンのちょっとラッカーバーム、これそう、乗っていこうと思います。携帯のね、契約が2年で満期になるのね。毎回満期で変えてるんだけど、だから使えなくもないけど変えようかなと思ってるんだけど、どうしようかなってすごい悩んでて、まず買えるところから悩んでるの。セブンと、まあ、セブンプラスで悩んでて、もう手が小さいからさ、あんまり大きい携帯は使いたくないんだけど持てないから。で iPhone 6でさえさ、大きくってさ、片手で操作できないのにさ、プラスでしたらもっと大きいわけじゃ。やばい、この口紅大丈夫。まあいいか。今悩んでて、マイフォン7使ってる方、7と7プラスどっちの方がいいとか、もしご意見あったらぜひ教えてください。切実、15日、十何日ぐらいまで決めなきゃいけないので終わったので髪の毛やってこようと思います。
はい、髪の毛やってきました。まあ別にいつもと変わり映えですね。ほんと髪切らなきゃいけない。電話しないとな、友達に。まあでも私髪の毛ボリュームが出ないから、このぐらいこう丸くなるような感じぐらいの方がいいので、この状態を保って変なところ、うざいなって思うところを切りたいな。と前髪がどうしても割れるからさ、今日はこんな感じでちょっと派手になります。それでは最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございます。そしてお話し相手になってくださりありがとうございます。また次回のビデオでお会いいたしましょう。バイバーイ。